なんかもうねえ、なんかボサボサなっちゃうのすぐ、うん、ボサボサなっちゃう。朝顔ありがとう朝顔。いや本当出れて嬉しいですね。青がずっと公演出たかったんでマジで嬉しい。そう嬉しいでございます。トゥルトゥトゥル嬉しいですね。もう前髪もいつものナナの前髪じゃないなんでこんなにスカスカなの。もっとナナの前髪はねここがねピシッてなってるの直線なの。でもくるんってなっちゃってるよ。こんばんはこんばんは、ハートありがとう。こんばんはこんばんは。今日何しようかな。そう今日ねそうなんだよなんかね、まあ、こんなボロボロだからもういいかなと思って、そうなんか配信できないだろうなと思ったけどさ、ショールームあんま最近してなかった気がするからさとりあえずした。マスクのここがマスクのここが気になる。 DMM 最大でね、みんな見てね、見てくださいよ見てくださいよ。青春ガール555。こんばんはこんばんは。画面明るい？もしかしたらちょっと明るすぎる。でもこうさもうほらね何が言いたいのかというと、やりあのねボタンの配置が変わってね、明るさとかを変えるボタンの配置が変わっちゃってよ、分かりにくいまだ慣れてないから分かりにくい。まあ白飛びはしょうがないかな、諦めようなんかやり方が分かんなくなっちゃったよ。配信中に明るさとか変えれたんだけど分かんなかった分かんなかった。こんばんはこんばんは。短冊七夕でしたねあ、大福の悩みのチェキ届いた、よかった、大切にしてね。君に重力心配しチャララチャラチャチャチャララチャ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 ララララチャ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 。と唐突ないい公演。こんばんはこんばんはこんばんは、皆さんこんばんはこんばんはこんばんは。今日はお腹空いてないんですよまだ。ということは無限に配信ができるというね。いつも配信終わるタイミングはナナがお腹空いたら終わるから、今日は無限に配信できるそんな気がする。お11日そうなんだよ、11と12日に、愛知に住んでる方限定でリモートオンラインリモートオンラインリモートん現地でリモートトーク会かなをねやるので、そうそう、まあ皆さんすごい楽しみだけど、行ける範囲で行ける範囲、まあ自分の身をね第一に、そうそうそう、まあ、来てね楽しみですね。でもトゥルトゥルル、トーク会の説明動画、おおいいね、そういうの出てるんだね。オンライントーク会か、オンライントーク会だった。でも愛知に住んでる人少なそうだなね、みんな遠そう。まあ最初は愛知だけだけど、これから広がっていくかもしれないな。うん、名古屋、まあ奈々も名古屋民なんでね自分名古屋民なんで、いけるぜ奈々は
なのは名古屋民だからな。ね、まあとりあえず最初は、おお、家の電気が明るくなった。なんか最近な、途中でつけて、なん、ほら、今ちょっと明るくなったくない？つけて何分か後に明るくなるんだよ。ちょっと一段階。そう。なんかもう切れるんかな。え、変わったっしょ？ね。変わったっしょ？変わったでしょ？今日の夜ご飯何しちゃったな。電池切れではないと思うんだよ。まだあるからね。もうじき切れそうかなぐらいだと思う。コーム欲しい。コームあれ、さっきなんだ、さコーム見つけたんよ。見つけたっていうかさ、トゥルルルルどっか行っちゃったよ。なんでや。あ、違うわ、化粧ポーチの中入れたんだ。でれーん。なんかココナーさんとお揃いのやつ。なんかわかんないけど、ココナーとお揃い、お揃い、色違い、種類違いかな。こ、あ、ふわふわになった、かわいい。ココナーやんじゃないからね。ココナーさんとナーやんだからね。そこしっかり。ココナーさんとナーやんだから、みんな覚えてちょ。なんかさ、ケープをつけてるんだけど、バラレアドありがとね。ケープをねつけてるんだけど、固めるやつ、前髪。なんかさ、ナナが前使ってたやつがリニューアルしてから、なんかあんま好きじゃなくなって、それからいいのにずっと巡り会えてないんだよ。そうっていうね、っていうね。かわいい、ありがとう。かわいい、かわいいって言われちゃった。かわいい。コガンさんとお揃いだよ。今日開けた。でもだいぶ前に買って、2人でだいぶ前に買ったんだけど、今日開けた。そう、ケープも湿気に負けるっていうかね、すぐ取れちゃうんだよ。なんか固めてんのにすぐふわふわなっちゃうの。かわいいの、イントネーションがかわいい。なんだっけ、かわいい。なんだったっけ、なんだっけ、言われたらわかんなくなっちゃった。かわいいやったっけ。そう、よいしょ。最近前髪がこんな薄くなっちゃいました。おでこ広いからやばい。おでこ広い。こんばんは、こんばんは。かわいすぎ、やったね。キュンです。なんだっけ。キュンです。ポケットからキュンですか。なんか見たことある。今日は夜ご飯何しようかな。昨日だっけ、なんかモバイでなんかみんなから夜ご飯の案を募集したんですけど、ちょっとそれを参考にしたんよな。今日はそれを参考にしたい。でもみんななんかそうめんとか、いつもななが食べてるやつ書いてくれてた。ポッケからか、ポッケからキュンです。めめめ編集した、ありがとう、ありがとう。みんなモバメ返信してちょ。パフェありだな。でも今日朝お昼かな、お昼にアイス食べちゃったんだよ。ねえ、倉島さんの TikTok なの見ましたよ。かわちい、個人アカウントいいね。
474という呪文50カウントだろうな多分。ミスっちゃい50カウント活動あり、でも多分ない活動食べたい、食べたいけど多分食べれる手段がないと思う、うん、こんばんは、こんばんは、どうもナヤンです。ななみー、ななみだよ。今日7月8日でナーヤンの日らしいですねナーヤンの日らしい。そうそうそう、モバメ朝とかめっちゃさ、なんだっけ、7月7日、違う、7月3日の時もナナミの日みたいな言ってくれてて、今日はナーヤンの日らしいですねそう、よくわかんないけど、やったね、7の日が、7月は7の日がいっぱいだね。うん、そう、そうなんですよ、なんやんの日らしいですよ、日がたくさんね、なんやなんやの日。そうそうそう、なんか手が赤い、リップついてる指にリップついてた、見えないか、赤くなってる。7月は7の月多すぎだろ、多すぎだろ、欲張り、欲張りすぎたな。7真っ白、こうもう消えちゃうからね、7の手が消えちゃうからね、うん、お腹空いてきたぞお腹空いてきたぞ。そろそろ配信終了か。ナナの、はい、ショールマーネや、ナナがお腹空いたら終了というね感じなので、ちょっとお腹空いてきたかもしれん。そう、あ、これ楽しみね、ほんとほんとそれなんだよ。こんばんは、こんばんは。そう、空いてないって言ったんだよ、空いてないって言ったんだけど空いてきた空いてきちゃった、急にお腹空く。チーズナン食べたいなって思ってね、1週間ぐらい経ってる、うん、そうなんだよ。いやー、お腹空くのはね大変だからねお腹空いたらやっぱご飯食べないといけないから、気のせいちょっと気のせいじゃないよ気のせいかな、気のせいなのかな、何か知らないだけで、気のせいだったか、もしかした。ファイト、ありがとう、ファイト。久しぶりの公演で絶対疲れるよ、絶対バテるもん、頭で疲れる、うん、頭3曲で絶対なのはもう寝転んじゃいですね。何の晩ご飯なんやなんや決めてないんだけど、今日とりあえずセブンのあのナナが好きな冷ややっこのやつは買った。そう、チーズナン食べたい、それな、本当にチーズナン食べたいのナナ。そう、なんかさ、チーズナンマジで食べたいんだよな。でもあれってめちゃめちゃさ大きいじゃん、なんかボリュームがすごいの。だからね、なんか半分食べたらね、わー、お腹いっぱいだってなる、ボリュームがすごいの。あ、チョレギサラダ最近買ってないな、セブンのやつ。前ハマってたんだけどね、レジ袋買ってる買ってる買ってる、持ち歩く方がめんどくさいの、あのバッグ、そう、洗うのとかもめんどくさいし、お腹すいたなお腹すいたな。まあとりあえず今ナナが一番思うのは15日が楽しみすぎてやばいですね。公演、公演もそうだし、11、12もすごい楽しみ。そう、でも楽しみなんかね、来てねって言っちゃうとあれだからさ、そうそう、まあ、みんな自分をね一番に考えて
ハートいっぱいありがとう。ありがとう。それだけ選ばなかった。そうなんだ。最近あんま行ってないよな。なんかもうあんま外出ないからさ、家の中であるもので済ましちゃう最近。七夕ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。みんなは何をしてたんだ。てかショールーム久しぶりだよね。こんばんは。七夕ありがとうございます。お願い書いちゃい。あーそう、ツイッターで応援するよ。ありがとう。15日、そう、なんかハッシュタグがあるよね。なんか後ろにさ流れるらしいから、みんなまあぜひなやなやなやんって言っといてなやなやなやんって言っといて。何して過ごしてた。とりあえず奈々は青がの思い出し&練習かな最近はね。あとね、メンバーと電話とかしてたね。うん、なんやなんやコメントで埋まるよ。埋まっちゃい、トレンド入りしちゃうからねトレンド入り。なんやなんやなんや。まあ6人だからね、めっちゃステージ広く使えるね。サイリウム振ります。ありがとう。振っちゃい振っちゃい。メンバー誰と、あのいつもいつものメンバー多いからちょっと。ハッシュタグなんやなんや、なんかある、ハッシュタグのあれあるよね、劇場公演のハッシュタグ。おうおう、 so pretty、 yeah pretty だって。 thank you。 ハッシュタグツイッターで応援をだ。そうだそうだ、みんなそれでそれでね応援してくださいね。うん、おう、ななみななみThank you! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Thank you! だるまいっぱいありがとう。だるまありがとうございます。千円千円千円みんな、あれあれ、ハッシュタグまさか、ハッシュタグまさか間違えちゃいみんなハッシュタグ、ハッシュタグを教えてくれ。つまり調べた方が早い。え、じゃあ調べるより多分ファンのみんなに教えてもらった方が早い気がするんだよな。ダメ？楽しちゃダメ？じゃあどっちの方が早いか。Twitter で1000円を！ナナの方が早かった。Twitter で1000円は、はい、ナナの方が早かった。みんなまだまだだな。調べた方が早かったぜ。なんやなんや、なんやなんや。ハッシュタグツイッターで声援をで、皆さん15日たくさん投票投稿してください。ツイッターに青春ガールズ、やっぱ6人だからたくさん映っちゃうからさ、気合い入れないとね。だるまありがとう。気合い入れるわ。ちょっと15日はたくさん映るから、アップで。ゴーゴーゴーユークレジーガール、カーカーカーユアレジーボーイ。ハートありがとう。気合い気合い遅れるちゃい。前、そう、前髪マジで固めないと。てか、いや今薄いんだけどさ、もっとさちょっと量増やさないとさ
なんか汗かいてなくなっちゃいそう、なんか束になっちゃうからさ、こんなふわふわにはならんから、もうちょっと前髪増やしたいな本番は。ビーチサンダルでトゥントゥン。ビーチサンダルの一番好きなところは一番最後のトゥトゥンから君星に行くここが好きそれはビーチサンダルなのかな、わかんないけど、トゥルルン、トゥルルン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 、トゥトゥン。前髪の増やし方教えてくださいみんなみんな困っちゃいやん。前髪増やせるんだよ、ナナだけね、ナナだけ増やせるんですよ、実は魔法が使えるので増やせるんだよ。めちゃめちゃ濃くできる、これがもう隙間ないぐらいにできる。まあ魔法使っちゃいだからな。こんばんは、こんばんは。冷やしたい焼き食べたいよな最近。冷やしたい焼き食べたい、そうやろ、すごいやろ魔法使いなんやん、魔法使いなんですよ実はね、うん。Do you mind it follow you? Yeah! Follow me! Follow me! Follow me だ分かった英語、分かった分かった。いやフォローミーフォローミー、みんなフォローしてくれ、フォローミー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 。ちょっとお家片付けんといけんな、そろそろ、うん、そろそろお家片付けないと。マスク暑くない、今冷房めちゃめちゃつけてるよ実はな、冷房つけちゃいだから。フォローミーベイビー。へえ、鳥が鳴いた。フォーフォー、あ、ハートピンクにしたってこと。いや、ピンクピンク。こんばんは、今日も可愛い、ありがとうミニマリストなんや、マジで絶対になれないと思うよ、うん、やばいもん今もの物がね、やばいんだよ、物がやばいっていうかね、しょうがないって感じだけど、しょうがないんだけどさね、増えちゃったよ、もう諦めます。いっぱい服欲しいもんだなそう最近服買ってさ、そうなんだよな、そうやっぱいくらあってもお洋服って損はないから、そうなんだよなそうなんだよな、そうなんだよ、だから、まあ、まあしょうがないかって感じで過ごしてます今。そう、ぬいぐるみとかもいただいたやつ置いてるし、しょうがねえしょうがねえしょうがねえ。両方手は、あ、やべえ、歌っちゃうな、ダメなんですよ48以外は。うん、片付けよう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 。あのね、汚いわけじゃないんだけどね、物がねいっぱいあるの、なんかたくさん、なんか買った服、服買うんだけどさ、なんかその着るまでそのまま袋の中に入れとくの、買い物バッグのショッピングバッグかの中に入れてるんだけど、それが何個かあるから、ちょっとハンガーにかけるとか洗濯はしてみたいな、やんないといけない。そう、そうだな、お片付け配信は絶対やんない絶対やんない、それダメだよ、そんな汚いところは見せれないね。汚いわけではないっていうか、なんだろうね、荷物を整理しないといけないの方が近いかも、荷物整理の方が近いね、片付けというより、うん、いや片付け始めはしないよ今から、部屋
ねえ、買った袋のまま放置しちゃうんだよね。なんか次着るまで、そう、次着るまで置いとこうと思って、それがね、何個か溜まってるんよな今。そうそうそう、整理整頓、それだ。そうなんだよな。あとあのね、テーブルに使った化粧品が置きっぱなしそう、今日の朝化粧して、今日の朝化粧してね、置きっぱなしだからね。そうそう、いやでも最近今日気づいたんだけど、今日珍しく白の服を着てるじゃん。それはね、最近なんか白のロンティーの素晴らしさに気づいてしまって、こんばんは、こんばんは。そう、白のロンティーのね、素晴らしさに気づいてしまって、あ、着たいなって思ったの。そうだから、それをね、白の服をめっちゃ探したんだけど、なかったこれ含めて3着ぐらいしかなくて、そのうち2着がめちゃめちゃなんかハンガーにかけてたけどシワシワだったの。そうそうなんだ、なんかシワシワでさ、もうこれいただいたやつなんだけどさいただいてるやつって結構ちゃんとするの、なんかね、しっかり扱うからさ、めちゃめちゃ綺麗なままで残ってて、自分で買ったやつマジでしわくちゃすぎてさ着れねえよとか思って、そういただいたやつをね着てるんですけど、これ以外ないんだよなロンティ、白のロンティマジこれ以外なくてさ、そうなんだよ。だから買いに行こうと思います。でもそうなんだよね、もうちょっとで夏だからさ、夏なんだけど長袖がいいからさ、うわどうしよっかなって、来年まで待つかなって今悩んでる。そう、画面の白率高くてもはやここ以外全部白だもんね、この周り。そうだもんね。そんな半袖もいいと思うんだけどね、レッスン着として着たいから、そう長袖かなって感じだから迷います。オンライントークがはずなんや、嘘、湧いたいるんだね、初めてか、やったねやったね、悩んでるアイロンないんだよ、そのナナのお家にアイロンはあるわけがないと。そうなんだよ、髪の毛のアイロンしかないですね今ナナのお家には。やばいよほんと、いやアイロン欲しいんだよ、なんかさミニアイロンみたいなのあるよね、さあれ欲しいんだけどさ、そうなんだ、あれ1個あった便利よな。そうなんだよそうなんだよ、アイロンがない、アイロンがない。白ってめちゃめちゃなんか汚れとかさ、なんかシワが超目立つじゃん。だからね、ほんとあれだね、もうワンシーズン限定とかになっちゃうね。買いたいな、なんか可愛いのないかなね、スチームアイロンみたいなあるよね。フライパン温めて、やばすぎんやばすぎん、いいねいいねいいね、かっこよさそう、なんか戦闘力高そうだね、フライパン温めてやんの。ね、アイロンうまくできるの、いやなんか家庭科の授業とかでやってたよ家庭科のなんかエプロン作るみたいな授業でやった気がする。そうそうそうやかんアイロンっぽい、みんなめっちゃ探すねアイロンの代用。いやワンちゃん髪の毛のさ、髪の毛に使うアイロンでさできないかなとか思ってるんだけどさ、なんか火事になったら怖いからやめようと思ってそう怖くない、火事になっちゃったらなんないかな、そんな低温でやったら。でもなんかさ、普通のアイロンってなんかさスチームが出るじゃん、お水みたいなやつ。でも髪の毛のアイロンってそれが出ないからさ、どうなんだろうなとか思って。
ね、あ、焦げそう。やめとこ、やめとこ、やめとこやめとこ、やめとこ。ねえ、焦げそう。ってなったら髪の毛とかもめちゃめちゃ焦げてるんだろうな、あんな温度で挟んで痛めつけちゃって痛めつけてるよ。あー、霧吹き。でもあれなんだよね、髪の毛のアイロンって水に濡れたらなんか壊れちゃうらしい、メイクさんが言っててね、びっくりした。そう、え、髪の毛って死んでる細胞なの？本当に？本当か？本当なの？え、本当だったらすごいね。うん、そうなんだね。いや、髪の面ってなんだね、あの傷んでる毛をね見るの大好きなんですよ。うん、なんか愛らしいから結構好きです。傷んでる毛はね、あー、ここまで成長したんだなって思う。だから好き。可愛いもんね、枝毛とかめちゃくちゃ好きです。他人の髪の毛見るのめっちゃ好き、なんか毛先めっちゃ見ちゃうんだよねこれ結構前から言ってるんだけどさ、好きなんですよ。ドゥルドゥドゥルル。お腹空いてきたな、そろそろ配信終わろうかなお腹空いたから配信終わるっていうのもあれだけどさ、ちょっとお腹空いてきたよ。お腹空いちゃった。美容師に憧れたことないかな。ななあれなんだよ、手先が不器用だからそういうの苦手なんですよね。そうそうそう。でもかっこいいとは思うけどね。うん、かっこいい気がする。何でもハサミ、前髪とかはね自分でたまに切るんよ。お、七夕ありがとう。短冊ないバージョンと笹のバージョン2種類あるんだ、知らんかった。ありがとう、初めて知った。尊い、ありがとうございます。尊い、そう、なんか前髪自分で切るんだけどさ、なんかチキンすぎてチキンすぎてちょっとしか、もう2ミリぐらいしか多分切ってない。そう、切った気ではいるんだけどさ、全然多分切れてない。かわいい、ありがとう。かわいい3種類あるの？そんなに？そんないるか？なんか全然違うイラスト作ればいいのにねお、あ、ほんとだー。これさ、飾ってるのがさ多分こうさ気づかんよ、みんなから言われなかった、気づかんかった。3種類目7、あー、飾りがちょっと違うんだ、飾りが違うんだ微妙すぎるな、違いが。ほんとに微妙、微妙、マジですごいね。よくわかるねねえ、めっちゃ細かい、すごいよね、すごいすごい。いや、ワンちゃんほんと間違い探しあるね。そうそうそう、一個はなんかめちゃめちゃ違うからわかるんだけどさ、残り二つがめちゃめちゃ微妙だよねみんなショールームの上に文句なんで？嘘でしょ、ダメなとこないと思うけどな。七夕終わった昨日だっけ、昨日だよね七夕。あ、今 SK ファミリーであのメンバーが書いた七夕短冊か、短冊が当たるキャンペーンやってるので、ぜひね皆さん応募してくださいね。短冊、そうそうそう、短冊が当たるんだって、直筆の。ぜひゲットしてくれよな。
そう、あれなの、左手で書いたんよ。意味全然意味ないけどさ、ちょっとなんかやりたいなと思って、なんかちょっと面白いことしたいなと思って、でも見てる人には伝わんない、そう、左手で書いた。あ、23時13分ありがとう、ありがとうございます。当たるようにって短冊に書かれれば、それは嬉しいね。うん、そこまでして求めてくれるなら嬉しいですね。何の願い事？それはね、 SKE ファミリーのね、あれに行ったら載ってます、全員の写真が。ぜひね、見てね、写真付きで載ってるから。めちゃめちゃ画質いい写真、しかもめっちゃ画質いいんだよね、全メンバー分載ってるから。どうしても本当に SKE ファミリーに行くのがもうめんどくさいみたいな、そこまで公式サイトまで飛ぶのがどうしても僕はもうめんどくさい、今知りたいんだって人はね、しょうがないですねしょうがない、そういう時もあるねって感じで。まあ、ぜひ SKE ファミリーの公式ツイッターとかもあるから、まあ、ぜひみんなフォローしてちょって感じで、フォローしてちょ。そう、チェキじゃないんだよね。そうなんだよ、チェキじゃないんですよ。でも直筆だからね、うん、直筆だからな。そうそう、それが大きいよな。そう、叶えばいいな。楽しみにしてます。いやいや、ツイッターでは動画もなんとなんと、それはナナが知らない情報だなツイッターには疎いからな。なんかツイッターには動画が上がっているらしいです。それはナナも載っているかい、その動画はその動画はナナも載っているかい。載ってたらいいな、楽しみにしてます。イエーイ。お腹すいた、いや終了しようあ、全員乗ってるって、みんな全員乗ってるって。じゃあ SK ファミリーの公式ツイッターまでぜひ飛んでください、このショールームが終わったら。15日は苗の日ですよ、やったね。みんなツイートしてね、ツイッターで1000円、ハッシュタグつけて、青がだから。ご飯食べてありがとう、ということで終わっちゃいしようかな。なんか指先怪我しちゃってさ、今痛い痛すぎてずっと見ちゃう、指先すまんな。なんか髪ってなんかさ、がっつり怪我するよりさ、なんか髪でさピッてなってさ切れた方がめちゃめちゃ痛くない？あれなな最上級に痛いと思ってるんだけどさ、なんか髪そんな痛くないじゃん。なんかさ傷って、そんな髪で切れた傷ってそんな大きくないんだけど、痛さダメージ的にはめちゃめちゃ痛くない結構上位に入るんだよな、痛さダメージ。入んない、なんだけね。なんか気になる痛さだよね。なんかなんていうの、なんていうの、なんだろうね、他の怪我より全然ちっちゃいのに傷口はなんか痛いんだよねなんか痛いんだよね。まあまあまあ、そういう時もあるなって感じで。いやね、あのシュッて線ついてるだけなんよななのにめちゃめちゃ痛いんだよ。血も出てないしね。うん、髪の断面傷口、あ、そうなんだ、へえ、そうだったんだね、意外と凶暴。ということで本日の配信も終了したいと思います。ナナはお腹が空きました。今日の夜ご飯はセブンの冷ややっこにします。はい、ということで皆さん、ショールームの配信ありがとうございました。ありがとう、またねまたね、みんなまたね。
みんなまたね、またね、またね。そう、ブログに入ってた。いや、そうだよ。またね、みんな、バイバイ。お疲れ、ありがとう。ありがとうございます。またね、ありがとう。またね、またね、またね、またね。みんなまたね。バイバイ、バイバイ、バイバイ。元気で。しっかり寝るんだよ、みんな。今日も。またね、またね。1分だけ見れたら惜しい。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。切るよー。